スタジオ2でございます。皆さんこんばんは。こんばんは。さあ今日も元気よく行きましょう。元気よく行きましょう。どうもこんばんは、野沢直子です。じゃあ早速登場していただきましょう。今夜のゲストはバイセクシャルの皆さん、どうぞ。俺たちはズラだけど、こいつらは地毛だ。すごいですね。バイセクシャルということでございまして、ほんならお一人ずつ自己紹介してください。はい、ギターのリョウです、はい。ドラムのナオです、ベースのデンです。ボーカルのショウです。ということでございまして、うん、この4人、実は大阪出身なんですって。あ、全員ですか。そうです。そしてこの彼、うん、我々がね、昔大阪の南のディスコで余興行った時にね、警備してたんですよ。警備そういう経歴の持ち主ですね。それがもう今やこういう頭で、まあ、会った時に初対面じゃないんですよって言うから、ええ、やってもうたんかなって一瞬で。これは何、これ何でやってんの、これ何を使ってんの。これはみんな触ってみすごいね。何でやってんの？スプレー？スプレー。スプレーで、いや、そんなぐちゃぐちゃしてへんけど、こんなすごいな。一回やんのに、ほんならもう一本ぐらい使うの？そう、だいたい一本ぐらい。そうやろね。なんでこんななんか、顔色悪そうな色してるの？なんで触るの？なんで触るの？いや、一応ほら。失礼。これはなんで？こういうバンドって結構そういうあれでしょ、なんか眉毛細って、なんか薄ってね、みんなね、肝臓悪いんじゃないですか。いや、みんながそうやから、あなたたちだけなんかもう全然眉毛も太ってやな、真っ黒の顔してやったらどうやろ。で、まあ、話変わりますけど、ツアーは、ね、ツアーがいつ4月ダイナマイトツアー。そうです、全国8カ所。そうです、うん、5月の19日が有明コロシアムということで、これ8カ所回るわけですね。そうです。それを皮切りに、そしてシングルが、シングルが出ます。4月24日に、うん、はい、ダイナマイトガール。ダイナマイトガール、ダイナマイトガール、ということでツアーも始まって、ダイナマイトガールの発売ということで、ね、頑張ってほしいと思いますが、今日は我々挑戦する曲は、今日は何を、そのシングルのね、ダイナマイトガールで、ダイナマイトガールでご機嫌伺おうと。さあ、それじゃあ皆さんちょっとこっちに来てください。ほんならちょっと準備してください。お願いします。それではバイセクシャルの皆さんでダイナマイトガール、どうぞ。曲に挑戦します。お楽しみに。皆さんこんばんは、バッハスタジオ2でございます。皆さんこんばんは。こんばんは。今夜のゲストも
バイセクシャルの皆さんでーす。ダイナマイトガール、これは我々が今週挑戦します、まあ、ポイントは何ですか、一言で言えば。そうですね、もう全速力でもう弾けちゃって。全速力で弾ける、力いっぱい、もうあんた今日から一人ですからね。やっぱ寂しいですよね。広い空間使えますよね、ここね。そうね、な、みっちゃん、どんなことすんの。今日いろいろやるけど、この機械で遊んでるうちに見つけたのは、心の扉をノックする音。僕はもうバッチリですよ。君もほんまいらんかもわからんな。いや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 、まあまあもともとね、ここのバンドにはサックスはいないですけれども、だからこそ貴重なんでしょうね。先ほども一回リハ合わせた時にちょっと呼ばれたんですよ。誰に。来てくれ、メンバーのみんなに、ぜひダイナマイトツアーに参加してほしい。何を言っとんねん。いやいや、それぐらい僕はやってみいな。どういうの今日は。邪魔やわ、やっぱり。バッチリやんな。バッチリやん。じゃあテンポ早くて、その上今までで最高のおかずが入ってるんですよ。あ、そう。お見せしましょう。ちょっと待ってね。あれや。なみんな、弾けるように。弾けるように。そしてまた暴れるように。はい。いきます。ワン、ツー、スリー、フォー。もう誰も近寄れない、ビルを吹き飛ばすほどのダイナマイトになるよ。みんなついてきてよ。あってによかったね。